おや、今日は一体忠太郎さん、どこへ来たんですかね。こんにちは、忠太郎です。忠太郎、今日ね、人生初のいちご狩りに来ました。場所は浜松市にある静岡県ね、浜松市のブラウンクルーさんっていういちごハウスです。ここは時間無制限でいちご食べ放題なんで、忠太郎ね、朝ごはん今日ね食べてないんですよ。だからね、いっぱい食べれると思うんですけど、お昼ご飯をねいちごにしようかと思ってるんですね。それではね、忠太郎、人生初のいちご狩りに行ってみたいと思います。忠太郎さんは人生初なんですね。行ってらっしゃい。こんな感じでいちごがなってるんですね。これちょっとかがんで歩いた方が分かりやすいな。赤いいちご、こんなにいっぱい赤いいちごがあるんですね。ここのゾーンはすごいな。いちごがいっぱいなってる。赤いの全部甘そう。見てるだけでよだれが出そうですね、忠太郎さん。中にはね、爆弾サイズのいちごもねなってるんですよ。よく見るとね、すっごい大きいのあるよ、ここ。そんなに大きい爆弾サイズなんていういちごがあるんですか。その爆弾サイズっていうの早く見つけましょうよ、忠太郎さん。これなんか大きいんじゃないですか。それにしても今日天気が良くて良かったですね。本当にね、天気はねもう晴天なんですけどね、ハウスの中はねめっちゃ暑いですよ。もう3月のね下旬なんだけどね、ハウスの中はもう半袖1枚でいいね。お味の方はどうですか。味はねすごい甘くて美味しい。まだまだ言える。もう手が止まりませんね、忠太郎さん。まーちゃん、いや俺もう15個ぐらい食ってるぜ。何食ってる。もっと。うん、25個。うん、食いすぎだ。大きいのは。忠太郎さんも負けずに食べまくりましょうよ。おじいちゃん何食べる。おじいちゃん何食べる。これめっちゃ赤い。便におかわりしたの俺。甘くて、こっちが甘いのかなと思って。紅ほっぺ有名だけど。紅ほっぺ？こっちはなんだ？両方食べてんだ。両方食べてんだけど、秋姫と紅ほっぺ。2種類のいちごがあるんですね。秋姫と紅ほっぺ。紅ほっぺの方がでかいような気がする。課題。本当だ。人参2つずつ食べよう。あ、じゃあ俺これ食べよう。こっちの方がいいと思う。ん？こっち？うん、いただきます。あ、美味しい。もう忠太郎さん、食べるのに夢中になりすぎてますね。美味しいですか。めちゃめちゃ美味しいですよ、甘くて。でもね、もうちょっとお腹いっぱい。人生でこんなに一日でいちご食べたのね、初めてかもしれないです、忠太郎。そのいちご大きくないですか。
一口じゃちょっと厳しそうなサイズですね。まさか中太郎さん一口で言ったんじゃ。時間無制限のいちご狩りなんだけど、中太郎1時間ぐらい食べまくってね。何個ぐらいだろう、40個ぐらいは食べたかな。いちごの方もすごい甘くてね、大きいのもいっぱいあったしね、施設もすごい綺麗なんですよ。本当にね、今日は来てよかったです。よかったらチャンネル登録お願いします。中太郎でした。